お布施橋とは、長野県上高江郡お布施町、お布施山王島の千曲川に架かる、長野県道66号豊野南市賀公園線の、橋町960.34メートルのトラス橋。共用中の橋は1968年に開通した。橋町960.34メートルは1996年に、五輪大橋が開通するまで、長野県内最長であった。 おぶせ橋は、大型車同士のすれ違いができず、おぶせ橋と上流の村山橋との間隔が 5.5km あることから、両者の中間に、ちくま大橋を架橋する構想がある。橋近くのちくま川堤防城の桜包みでは、長さ 4km にわたり、八重桜が植えられている。1888年に、新越本線が開通したのに際し、おぶせの名刺が、 豊野駅と小布施中心地を結ぶ振動を作り、千曲川には山王島の渡し場のあった箇所に長さ218メートル、幅2.7メートルの船橋を架橋した。1915年に目標が架橋され、1958年に流出するまで続いた。1957年に永久橋の着工が開始され、 1962年6月6日に長さ486.5メートルの区間が開通した。1968年に残る部分を仮設し12月4日に開通した。1993年3月に福音1.5メートルの歩道橋が完成した。2018年11月15日に伸縮装置の破損により段差が生じたことで、 一時車両通行止めとなった。ありがとうございます。